言っちゃうともうタイガー・ウッズが使用したということで、めちゃめちゃ話題になって、777-9999、ね、電話番号みたいな。こんにちは。ゴルファーズメディアラボ店長の佐野です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、こちら。ダイナミックゴールドミッドのツアー集とダイナミックゴールド、ミッドの115。こちらのシャフトについてお話ししていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。でまず、ダイナミックゴールドミッド、これがどんなシャフトかというと、今年の春夏ぐらいですかね、まあ、言っちゃうともうタイガーウッズが使用したということでめちゃめちゃ話題になって、あのダイナミックゴールドなので注目してた方っていうのはかなり多くいたと思うんですけども、こちらのシャフト、実際どんなシャフトなのかっていうところになるんですが、メーカーさんのホームページ、こちらをちょっとまず簡単に見ていきたいと思いますが、噂のミッドがついに日本上陸というところで、ツアー種の方は、ダイナミックゴールドの重さ 130g のツアーウェイトと、独自のフィーリングを保ちながら、打ち出し角とスピン量を増加させましたよと、また多くのゴルファーに性能を体験していただくために、中間重量帯の115も同時に発売しましたというところで、簡単に言うとダイナミックゴールドの中間部分を固めにして先端を柔らかくした設計ですよというところを謳っています。だからまあ簡単に言うと、今までのダイナミックゴールドっていうのは手元側がねしなって中間から先にかけてどんどんこう硬くなっていくようなイメージのシャフトだったんですけど、その中間部と先端部分をちょっとこうね逆転させたような感じなんですかね。中間部分をこちらは硬くして、先端の硬さを少し取りましたよというようなことが書かれています。ね、通常のダイナミックゴールドの今ツアー種はこの EX というウェイトロックのシャフトになってるんですけども、こちらのシャフトと、ミッドのツアー種、ね、こちら比較したときに、まあ、どんなかというと、まあ、パッと見なんですけどね、パッと見でいくと、まあ、こうやって揃えてもらうと、ファーストステップの位置が、今回ミッドの方が上に上がってますというところで、このステップの間隔もだいたい同じようなピッチでこう動いてはいるんですが、こう並べて見ててもかなりこう違和感を覚えるぐらいシャフトの太さが違うんですね。でこちらのミッドの方がもう明らかに見てわかるぐらいシャフトが普通のダイナミックゴールドに比べて太いです。で実際どのぐらい太いかね測ってみたいと思います。ノギスです。じゃあこのね分かりやすいようにこのダイナミックゴールドのロゴのとこを測りましょうかね。で、ミッド。見えますかね ?13.8。で、普通のダイナミックゴールドのツアー種。こちらを測ってみると、12.8。ちょうど1ミリ太さが違いますよね。で、1ミリ回ってこうね、思うかもしれないですけど、ここだけじゃないので、もう全部下にね、チップ側に向かってっても、全体的にもう太さが明らかに違うのがわかりますので、これ皆さん、ぜひ手にすることがあったら、見比べてもらうと、はっきり、本当に、あ、全然違うってわかりますので、で、これだけ太さが違うと、当然、ね、もうはっきり剛性が違うだろうということで、で、シャフトのタイプもね、はっきりわかるために、剛性を今回測定しましたので、その結果をまず見ていただきます。ね、こちらがチップ側で、バット側ですから、まあ、こういう感じですね。こういう感じで、測ってます。で、一番スタートのところが、まあ、機械にね、挟む、位置があるので、チップの先端から、15.5cm ぐらいのところ、ここが、測り始めで、そこから今回ちょっと特別に細かく測るようにしたので3インチピッチで測っていってます。でその合成の比較をしていきたいと思いますが、まずは、ミッドのツアー種、こちらを見ていただくとチップ側が7で、そこからいきなりもう99で10、10、10、9、
9と、かなり硬そうなのが分かると思います。で、通常のダイナミックゴールドがじゃあどのぐらいかっていうと、ちょっと今回ごめんなさい、ツアー一周の測るものがなかったので S300、ね、普通のダイナミックゴールドの S300 を測ってます。で、こちらの硬さでいうと先端側から99、あ、この辺はもうさすがにダイナミックゴールドだなっていう感じですよね。99の78、この辺からちょっと緩くなります。788の最後77っていう形で手元緩いんだなっていうようなのが分かります。で、こう見ると独自のフィーリングを保ちながらっていうのがどの辺がっていうね、こう感じを感じてしまうんですけど、で、まあこれとはいえ、これはあくまであの合成の数字なので、振ったらね、あ、やっぱりダイナミックゴールドなんだなっていうふうに感じるのかなということで、これをね実際打ってみました。で、まずこれ組んだ時に、もう一つ硬さの指標となるところでいくと振動数っていうのがありますので、振動数を測ってみました。で、まず通常のツアイシュ S200 ですね、こちらは、338、まあしっかり硬いですよね。338という数字で、ミッドのツアーイシュー振動数どのぐらい出たと思いますか。なんと今まで、振動数 S の振動数で最強だったのがモーダスツアーの130なんですね。これが、354っていう数字だったんですけど、なんとミッドのツアーイシューの振動数360、バリカタです。はい、ね、誰が打てるんだっていうぐらいの硬さになってます。で、実際にまあね、もう数字だけも見ちゃうとビビっちゃうんですけど、まあ実際打ってみたら、あ、意外と振りやすいのかなっていうふうに感じるかと思って打ってみました。で、当然ダイナミックゴールドの普通のねツアーイシューは、まあ今までもずっと打ってきたことがもちろんありますし、まあ重いんですけどね。ですが、まあダイナミックゴールドは、あ、これはダイナミックゴールドだなってはやっぱり分かるような、しなり方だし、自分でもこうコントロールも効くしというようなシャフトで、で、ミッドのツアイシュ、打ってみましたというか、なんとか打てましたみたいな、そんな感じですかね。とにかく硬いです。はい。で、タイガーが2番と3番かなに、ミッドのツアーイシューを入れて、こう振動数ベースの話でいくと、2番3番の数字からで4番から普通のダイナミックゴールドになったとしたら、振動数がそこで逆転してるんじゃないかっていう、まあ、ふうには思うんですけど、もう振った時のフィーリングと実際の球で判断してるからね、多分そんな感じにできるんでしょうけど、普通に考えたらこのミッドのツアイシューと通常のダイナミックゴールドをこう同じセット内に同居させるっていうのはもう明らかに振り感が違うので、どうなんだろうっていうところになってます。はい。で、実際じゃあこのね合成の799101019ってね、先ほどモーダスの130って話も出たんですが、モーダスの130、これの合成をちょっと一緒にね測ってみたので比較してみたいと思います。で、モーダスの130が69101019というふうになってますのでね、見比べてもらうと、まあ遠からずというところですかね。先端はやっぱり130の方が柔らかくて、ただ途中から硬くなるのもモーダス130の方が早くね、チップ側下ぐらいから硬くなっていってますので、まあその辺がかなりね、モーダスの130はゴリゴリ系のシャフトなので、その辺がちょっと違うかなとは思いながらも、ミッドの130もかなりハードなシャフトなのかなということが言えます。で、まあ今回、まあ、これ硬さが硬いですよっていうことを言いたかったわけでは決してなくて、実際まあ僕らのヘッドスピードだとこのシャフトの本当の
良さ性質っていうのが、まあ、おそらく分かんないだろうと、多分そんな感じだと思います。で、それをまあトゥルーテンパーさんもそんなことは分かってて、で設定的にこの115っていうのも一緒に発売してくれたという感じです。で当然アマチュアゴルファーねは中間重量帯のこの 110g ぐらいのシャフトの方が使える人は当然多いので、皆さんも多分気にしているのはこっちのミッドの115の方だと思いますので、こちらをこれからちょっと説明していきます。でまず同様に剛性測ってみました。はい。でこちらはまあパッと見ていただくとなんか綺麗に数字が並んでますよね。777-9999、ね、電話番号みたいな感じにちょっと言っちゃいましたけど、こうフラットに同じ数字がこう続いてるというような感じで、まあなんだろう、自然に振りやすそうなイメージ、癖がなさそうだなっていう感じはします。でダイナミックゴールドね、比較すると120になりますので、ダイナミックゴールド120の S200 も同じように剛性を測ってみると、こちらは8877というところで、先端こそ、ね、普通のダイナミックゴールドのツアイシューに比べて先端の硬さこそ落ちてますけど、あと途中からは、ね、だいたい同じような剛性になってますので、まあ、ダイナミックゴールド120っていうのは本当に普通のダイナミックゴールドを軽くした、同じフィーリングで軽くしたんだよっていうのが、まあ、はっきり見てわかるような、剛性になっているのかなと思います。でこちらはね、比較しやすいですね。さっきと比べて10とか出てきてないので、でただ明らかにね、やっぱり違うなっていうのはわかりますよね。先端の剛性ももちろん違うんですけど、ね、手元がやっぱり結構硬いので、ダイナミックゴールドと同じフィーリングでって、これもまたちょっとね難しいところなんですが、ただこのミッドの115も打ってみたんですけど、こう手元のゴリゴリ感っていうのはもう全然なくて、手元はしっかりしてるとは思うんですけど、すごい、中間部がこうしなやかに溜めてくれて、粘ってくれて、で最後インパクトの、そうですね、直前ぐらいからこうなんだろう、突っかかることなくこうヘッドがスッてこうね振り抜けてくれるっていうようなイメージのシャフトになってますので、かなりこうアタックね、上からダウンブローが強くてボールの打ち出しがすごい低いよとかっていう人とかは、ぜひちょっと一回使ってみてもらったらいいんじゃないかなというようなシャフトになってます。でこれは本当に結構振りやすいです、正直。はい、振りやすいシャフトなので、かなりこうね使える人っていうのは多いのかなという気はしています。でね、115、ミッドの115、当然もう一個比較しないといけないシャフトがありますよね。あのシャフトです。でそれがこちら、モーダスの115ですよね。はい、モーダスの115とも比べてみたいと思いますが、モーダスの115は先端は結構やっぱりしっかりしています。で中間が緩くて最後硬さを上げてきてるというような感じのシャフトですので、まあ、この数字見てもお分かりいただけるように、モーダスの115は割とこう粘ってきてくれるシャフトになってるんじゃないかなと思います。でそれに比べたらやはりね、ミッドの115はもうこの辺がだいぶやっぱり硬いので、その辺ははっきり違いがあるのかなというふうに思います。でこのよく見るとこの9999とかね、この辺を見てみるとなんか他のシャフトに近いのかなっていうので、一緒に測ったのが KBS ツアーの 120S ですね。こちらも678-9999ということですから、むしろこっちの方がなんかね近いんじゃないかなっていうようなイメージです。ただ KBS のシャフトの方がやっぱり手元がちょっとこうゴリッと硬いような感じにはなってるので、その辺のこうしなやかさっていうところはやっぱりダイナミックゴールドって名前をつけてるだけあって、なんだろうな、粘るというよりもまあしなやかさ、
手元は硬いんですけど、ちょっとこう溜めて、適度に溜めてくれるっていうしなやかさを持ってるシャフトなのかなという、はい、ところが、まあ、一番打ってて感じられたところですよね。うちのシャフト分類っていうところで、まあ、見ていくんですが、まあ、どういう位置づけにしていこうかと思ったんですけども、まあ、ミッド、メーカーさんの表記だとミッドの115が中調子で、ミッドのツアー一周が中本調子っていうふうに書いてあるんですけど、ですね、これも非常にこう難しいところではあるんですが、硬い、ね、かなり硬い AA 型ミッドのツアー一周、かなり硬い AA 型、まあ、ちょっとこう棒まではいかないんですけど、結構固めのシャフトなのかなというところで、 AB ではないですね。 B っていうほど先端は柔らかくないので、やっぱり AA 型っていうところで、分類していきたいと思います。で、ミッドの115で、こちらはもう本当に綺麗に分類できるのかなと。これは普通に、AA 型、まあ本当に中調子っていうような感じの A 型になるんじゃないかなと思います。で、そうですね。例えば相性で言ったら、ドライバーのシャフトなんかだと、新しいところで言うと天性のブルーとか、あと、藤倉さんの NX のグリーンとか、その辺なんかがね、割かし、合いそうなのかなっていう感じはしています。まあ、じゃあどんな人に合うのかっていうところでいくと、まあこれはメーカーさんも言ってる通りに、ダイナミックゴールドをずっと使ってきてて、最近のクラブやボールだと、ちょっと打ち出しが低いのかな、スピンが入りづらいのかなっていう方が、使ってみて、球が上がりやすくなって、スピンも増えたよっていうふうになってくれればいいなっていう、多分思いで作られてるシャフトだと思いますので、ミッドの115に関してはといろんな方が試していただけると思いますので、試していただきたいシャフトの一つだと思います。ミッドのツアー一周の方は本当に、ね、力のある人は打ってみてください。今ダイナミックゴールドのツアー一周っていうのは、ここに、ね、ウェイトロックって書いてあるように、重量がちゃんとこう均一同じ重量になるように、これはシャフトの内部に、ね、重量調整をちょっとして、しっかり、重量を揃えているツアーイシューですよっていうシャフトなんですけど、今回ミッドのツアーイシューに関しては、ね、ツアーイシューってこう書いてはありますけど、こちらは、ツアーイシューっていうのはこうデザインであって、一個一個重量管理とかっていうのはきっちりはされてなくて、通常のダイナミックゴールドの交差に準ずるというところですので、そこの違いがありますのでお気をつけください、はい、ということで、今回ダイナミックゴールド、ミッドのツアーイシューとミッドの115のシャフトについて説明させていただきました。今回の内容が参考になったという方は、ぜひ、高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。ゴルファーズメディアラボであなたのゴルフが変わります。店長の佐野さんです。はい、ここゴルファーズメディアラボでは7つのポイントでスイング解析を行うクラブフィッティングをはじめ、チューンナップやカスタムクラブまで専属のフィッターが一貫して行います。下シャフトは常時500本用意されてるんですよね。すべてのゴルファーに楽しんでいただけるゴルフスタジオですので、ぜひ一度お立ち寄りください。